道人身事故ニュース速報です。2021年8月20日17時47分頃、京王相模原線の京王堀之内駅で人身事故が発生した模様です。京王相模原線での人身事故は今年2件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。